今日の台所錦市場でお買い物プロのおすすめ、今回はお客様でにぎわう野村つくだにさんに伺いました。こんにちは。2023年ももうね、数えるほどになりましたが、忙しそうですね。もう毎日バタバタと走り回っていただいております。はい、さあ新年に向けておすすめの商品がいくつもあると思うんですが、ご紹介いただけますでしょうか。はい、こちらになりますね。はい、おせち商品がね、続々と出てきております。おせち商品、はい、タラの旨煮もしっかりね、お味に入っておりますし、はい、牛のコンビマスもね、しっかり大きめのサイズでね、ご用意させていただいております。そうですか。この錦市場にタラの干したタラが棒だら売ってましたけど、1週間水で戻すっていうことなんで大変ですよね。そうですね、手間がね結構かかって、はい、もう本当にね、美味しく仕上がっていくのがね。そうですか、ありがとうございます。すぐ詰めていただくだけで召し上がっていただけます、はい、それからお正月に欠かせないものが丹波黒、黒豆ですね。これは豆しくという、ね、由来でね、もうおせちには欠かせへん一品となってますので、本当ですね。はい、その他にもいろいろあるかなと思うんですが、ちょっとこちらに回らせていただきます。はい、こちらたたきごぼうとれんこん煮しめですね。たたきごぼうとれんこんの煮しめ、はい、もうこちらもね、おせちに欠かせへん商品となってますのでね、はい、もうね、しっかりとしたお味付けと、ちょっと冷蔵商品にはなるんですけども、このままね、帰っていただいてもすぐね、召し上がっていただける状態で用意できておりますので。そうですか、はい、もう何もしなくても大丈夫。そう、もう忙しいね、年末やからこそ、もうこういうね、お手軽商品を使っていただいてね、はい、もうゆっくり過ごしててもらって、もう年末年始ね、もうゆっくり年越してもらったらいいかなと思います。本当ですよね、はい、手作りっていうのもそれはそれですごく素敵なんですけれども、はい、やっぱり他に力を向けるっていうことも、ね、忙しい方いらっしゃると思うので、はい、その他にもおすすめがあちらの方にありますよね、はい、これは年末このニシンの姿煮がありますが、はい、もう年越しそば、京都と言ったらニシンのね、ニシンそば、ニシンそばがもう有名ですので、ぜひね、もう出来上がったおそば上にもうのけていただくだけ、のけるだけ、はい、ありがとうございます。もう本当に主婦の味方もう出来上がったもののせるだけ、もうそれだけでも十分美味しくなりますので。そうですか、はい、はい、来年もまたよろしくお願いします。はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。